それではプランクトンから見る市内ため池の水質について発表を始めさせていただきます研究員の大畑と申しますよろしくお願いいたしますまず本日お話しする内容につきまして簡単にご紹介させていただきます最初に調査研究の背景として市内のため池の現状とため池のプランクトン またプランクトンがため池の水質に影響を及ぼす仕組みである内部生産というものについて順番に解説をしていきます。その背景を踏まえた上で調査研究結果をもとにプランクトンから見る市内ため池の水質についてご報告させていただきたいと思います。では初めに調査研究の背景についてご説明していきます。 名古屋市内には都市である割には多数のため池が存在しています高度成長期以降、農地減少に伴い埋め立てが進んでしまいましたが現在でも111のため池が市内に残されていますため池はもともとは農業用水などの水源確保を目的として作られたものですが現在では治水・洪水対策の役割をはじめ 生き物の住みかまた市民の憩いの場としての役割が期待されていますとため池がこのような特に生き物の住みか市民の方の憩いの場というような役割を果たすためには池の水質が良いことが望まれますため池の水質を決める要因は様々です雨水や 生活排水などの流入の影響もありますし、そこに溜まった泥から溶出してくるようなものの影響もあります。また、釣池では釣り用の餌の影響もありますし、周囲に木が多ければ落ち葉、また鳥が飛来すれば、鳥の糞や市民の方が鳥に撒く餌の影響もあります。しかし、ため池で特に問題になりやすいのは、 植物プランクトンの影響ですため池は滞留時間つまり水が交換されるのにかかる時間が非常に長いためプランクトンが過剰に増えやすく河川と比較するとプランクトン由来の有機物の汚れが発生しやすいのが特徴ですここでプランンクトンとは何かについてご説明します。 水に住む生き物を暮らし方で分類しますと、この3種類に分かれます。及川をはじめとする。魚などのネクトン。トンボやトンボのヤゴなどのベントス。そして本日の主役プランクトンです。ネクトンとは古代ギリシャ語の音すいません。古代ギリシャ語のネクトン。 あネクトンとは古代,古代ギリシャ語のネクトースに由来しますもともとは泳ぐ泳いでいるという意味の言葉です魚など自由に泳いで生活する生き物の総称です次にベントス古代ギリシャ語のベントースに由来しますもともとは海底という意味の言葉ですトンボの幼虫やカニなど 水底から離れずに生活する生き物の総称です最後に本日の主役プランクトン古代ギリシャ語のプランクトースに由来しますもともとは漂う流されるという意味の言葉です流れに逆らうほどの力がなく浮遊生活をしている生き物の総称ですプランクトンと言いますと とても小さいものイメージしがちなんですけれども、実は大きさは関係ありません。暮らし方で分類しますと、実はクラゲもこの仲間に入ります。さて、プランクトンは植物プランクトンと動物プランクトンの2つに大きく分けられます。植物プランクトンは光合成によって太陽の光からエネルギーを吸収して有機物を作ります。 陸上の身近な植物と同じように光合,光合成色素を持っておりまして持っている光合成色素の種類によって青緑緑茶色などさまざまな色をしています一方動物プランクトンは光合成をする能力がなく他のプランクトンなどを食べて生活をしています他の生き物を捕らえるために 水の流れに逆らえるほどではないんですけれども、多少の運動能力を持っています。植物プランクトンは、さらに大きく4つのグループに分けられます。多くの陸上植物と同じ、明るい緑色の色素を持つ緑藻類、光合成を行うバクテリアで、シアノバクテリアとも呼ばれる卵層類、 ガラスの殻を持つ珪藻類、鞭毛を持ち運動能力を備えた植物プランクトンである鞭毛藻類の四種類です。ここで植物プランクトンの大切な特徴である光合成というものについてご説明します。光合成とは、光のエネルギーを吸収して、水と二酸化炭素から 栄養と酸素を作る働きのことです。植物プランクトンは、この光合成の働きにより、太陽のエネルギーを生き物が利用可能な栄養に変換して増えます。太陽のエネルギーで増えた植物プランクトンを動物プランクトンが食べ、それをさらに魚などが食べます。つまり、植物プランクトンは、 ため池のの生態系を底辺でで支えててくれているのですしかし窒素やリンなど植物プランクトンにとって栄養となる物質が多すぎる池では植物プランクトンが増えすぎてしまい動物プランクトンがあすいません増えすすぎてしまいまいそうすると動物プランクトンが食べきれないというようなことが起こります。 このとき余ったプランクトンは有機汚濁の原因となります。このように窒素、リンなどの栄養分が増加することを不栄養化といい、プランクトンが増えすぎることで有機汚濁が増加することを内部生産と言います。内部生産は先ほどのスライドで出てきたこちらの卵巣類の中の さらに青子形成種と呼ばれる種類のプランクトンが増殖するとき特に大きな問題となります青子形成種は浮力によって水の表面に集まる性質があります増殖すると水の表面に緑色の粉をまいたようになる青子というものを形成して景観を悪化させ表層水の水質を 著ししく悪化させてしまいますますた青子形成種が発生しますとこちらドリコスペルマム属などネンジモモクなどの青子形成種は水中だけでなく空気中の窒素を直接栄養として取り込んで増殖します。またミクロキスティス属は 冬に人工し春ににしし春なるとととのリンも浮上しますこれらの作用によって水中の窒素リン濃度が増加する「負栄養化」が起こりさらなる青子この増加また内部生産の促進という負のスパイラルが起こりますさてここからは。 調査研究の内容についてご説明していきますここまでため池では植物プランクトンによる内部生産が水質を左右しがちであるということを見てきましたこのことから今回は植物プランクトンの種類特に青子形成種の発生状況について調査を行いこれらの水質との関連性について 解析を行いました調査地点はこれら13のため池です水質項目は本日は有機性のおだくの指標となる化学的酸素要求量 COD 植物プランクトンの栄養となる全窒素全輪それから、えっと、植物プランクトンの持つ光合成色素の一つで 植物プランクトンの濃度の指標となるクロロフィル A この三つの結果をご紹介します調査期間は2017年度から2021年度年4回の結果をもとに春・夏・秋・冬の季節ごとに平均値を算出しましたプランクトンの観察は池の水を100倍濃縮して 光学顕微鏡で行いましたプランクトンの調査は2019年度から2000人2021年度にかけて式ごとに1回ずつ計12回行いました1個体でも観察された場合には出年としこちらの絵でお示ししているように他の種類に比べて目視で明らかに多い種類がいる場合その種を 優先としました明らかな優先種がない場合には優先種なしとしました今回は青子形成種が優先した回数を中心に結果をご紹介していきたいと思いますまた青子形成種として今回はこの3分類群を中心に観察しましたミクロキスティス族などのクローコックス目。 プランクトスリコイデス族などのユレモモク、ドリ,ドリコスペルマム族などの年ンジュモモクの三分類群です。こちらが、十三のため池の青子形成種の優先頻度をグラフにしたものです。まずは、最も青子形成種の優先頻度が高かった天白区の新池の結果からご紹介していきます。新池では、 12回中5回の観察で青子形成種の優線が観察されました荒池は13地点中で最も COD の平均値が高い池で全窒素・全輪の濃度も高く不栄養化が進んだ池であると言えますこの池では夏を中心に青子形成種のプランクトスリコイデス属と ドリコスペルマム族などの年次も目が発生していました青子形成種の影響が大きいために夏から秋にかけて植物プランクトン濃度の指標であるクロロフィル A 濃度が高くなっていますクロロフィル A 濃度はだいたい80から100を超えますと青子と言われています夏から秋にかけて荒家では平均的な水質が 青湖の状態にあるということがわかりますまたそれに伴って全窒素全輪濃度や COD が上昇し水質が悪化している様子が見て取れます荒池は青湖形成種による水質への悪影響が非常に大きい池であるというふうに言えると思います次に 荒池の次に青子形成種の優先頻度が高かった緑区緑区の新井の実池についてご紹介します新井の実池では12回中4回の観察で青子形成種の優先が観察されました新井の実池も窒素やリンの濃度が高く不栄養化した池です新井の実池では夏から秋にかけて青子形成種の ミクロキススティス族などが優先し冬から春にかけてはスジタル系相族などの形相が優先する傾向にありましたその結果夏から秋にかけてクロロフィル A 濃度が増加しておりまして秋の平均的なクロロフィル A 濃度は青子が発生しているといえる濃度にありそれに伴って水質が悪化しています。また 冬場の珪藻の増殖に伴いまして春先にもクロロフィル A 濃度がやや増加し他の水質項目もやや悪化する傾向が見られました次はその次に青子形成種の優先頻度が高かった森山区の小幡緑地内にある緑ヶ池です。 比較的不栄養化していない池であるにもかかわらず今回夏を中心にドリコスペルマム属などの年次もくの青子形成種,種の優先が12回中3回の観察で確認されましたまたミクロキスティス属の出入も観察されましたクロロフィル A 濃度を見ますと平均的な水質としては 青子と呼べるほどの濃度ではないんですけれども、青子形成種の影響が出やすい秋の水質がやや悪化している様子があります。なぜ、比較的水質の良い窒素やリン濃度の低い緑貝池で青子形成種が優先してしまったのでしょうか。その理由を考察するため、比較的水質が近く、池面積も同程度の畜産の ネコガホライケのプランクトンの様子と比較してみましょう畜産区にあるネコガホライケの全窒素全輪濃度は緑貝池とほとんど同じかやや高い程度の濃度ですしかし青コ形成種の優先は12回の観察中1回も確認されませんでしたネコガホライケでは 夏でも蛍光などが優先することが多く、その結果、梅雨の影響が強く現れる夏を除き、クロロフィル A 濃度をはじめとする水質は一年中あまり変わりませんでした。この理由を考えるため、蛍光と卵巣の性質の違いについて考えてみましょう。まず、スジタル蛍光などの蛍光は計算質 ガラスの殻を持つことが特徴です実は計算室の殻を作る過程は材料のケイ素が十分ある環境ですと一般的な細胞壁などを作る過程よりも必要とするエネルギーが非常に少なくて済みます。このためケイ素の増殖するスピードは卵巣などに比較しますととても速いというふうに言われています。 一方で卵巣は、そのような仕組みを持たないため、軽巣に比べると増殖のスピードは遅くなる傾向があります。また、オーバーフロー式の流出口では、表層付近の水は選択的に池の外に排出されます。このため、表層付近に集まる性質を持つ青子形成種は、 オーバーーバフローで流されやすすくなりますこれらの性質の違いにより滞留時間が短い池では軽装に有利な環境に滞留時間が長い池では卵巣に有利な環境になるといえます。では実際緑ドリガや猫がヶら池の環境はどうでしょうか 滞留時間を厳密に計測するのは非常に大変なことですので、今回は水収水器から考えてみました。集水器と言いますのは、降雨などが流れ込む範囲のことです。こちらが緑ヶ池。こちらが猫がほら池です。そして、それぞれの集水器は？このようになります。 このように地図を目視で見てはっきりとわかるほど池の面積・体積に対する収水域は猫ヶホライケに比べて緑ヶ池で小さくなっていますこのことから緑ヶ池の滞留時間は猫ヶホライケに比べて長い可能性が高いのではないかと推測されますこれらのことから比較的市内では水質が良い緑ヶ池で る青コ形成種が優先している理由として緑ドリでは滞留時間が長く青子コ形成種が増えやすい環境になっている可能性が考えられます。プランクトン濃度の指標であるクロロフィル A の濃度などから見て現在の水質に対する内部生産の影響は限定的であると考えています。しかしししか先ほどお示しした通り 青子形成種はそれ自体が不栄養化を促進する作用を持ちますですので長期的には水質への悪影響が懸念されますまとめです荒池・新井のみ池といった不栄養化が進んだ池では夏季を中心に青子形成種の優先が確認されましたこれらの池では青子形成種による水質への悪影響が 強く現れていると考えられます。一方比較的水質が良い緑が池。すみません、緑が池においても。夏を中心に青子形成種の優先が確認されました。これは滞留時間の長さに起因しているのではないかと考えられます。現在は内部生産の水質への影響は限定的と思われますが。今後悪影響が出てくる懸念があり。 注意が必要だと考えています。また、緑ヶ池の水質改善への道筋を探すためには、まずは滞留時間の把握が課題であるというふうに考えています。さらに緑ヶ池との対比のため、データを提示した猫がほら池ですが、年間を通して軽装等が優先し、青子形成種の優先は認められませんでした。 クロロフィル A の濃度は年間を通じて比較的低く、内部生産の影響は限定的であると考えています。このような池の水質改善を図る場合には、青子や内部生産の抑制以外のアプローチが必要となります。このように、実は池ごとに内部生産の様子やオ汚クの原因は様々であるということが分かってきました。 今回は時間の関係で、青子形成種の優先が問題になった池を中心にご紹介しましたが。他の池についても調査を行って、結果をまとめております。詳しくは、今年度の、今年度発行する当センター年報十一号に掲載しております。もしご興味がありましたら、当センターのウェブサイトなどから。 ご覧いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。